コイン300枚、ゲットせよ。友達100人ゲットするよりかは、簡単そうかな？うつ主なんて、友達なんて一人もいないもんね。アイちゃんと、ゆうきくんすら、逃げていったもんね。4、よよよよーん。なんなの？今の、うざいセリフ。霊夢のお気に入りらしいぞ。そうは言っても、だいぶ久しぶりに聞いた気がするけどな。ここ最近難しいコースばっかりで、ふざけてる余裕が全然なかったんだよね。なるほど。なら、どんどん難しいコースを送っていただけば毎回真面目な実況ができるってわけだな。マリサ、ちょっと待って。それだと攻略に時間が取られすぎて、いつものあーとか、じゃーばっかりになっちゃうんじゃないかな。なるほど、バランスが大事ってことだな。私、そんな恥ずかしい叫び声を上げたことなんて、一回もないんだからね。では、いいねして、次に行きます。今日は L さんのコース連続なんだぜ。スターを取ったら、上。土管から出てくるゴム兵を左右に入れて、上の方にあるブロックを壊してやればいいんだな。そうしたら、そこのスターが落ちてきて、上の方に登っていけるようになるって感じだね。タイミングをずらして、いろんなブロックを壊してみようよ。なかなか思い通りにはいかないね。まあ、そんな簡単じゃ動画の尺的に辛いんだぜ。上の土管から大きいクリボーが出てきて、Pスイッチを押してくれたね。おかげで、スターを取って進んでいけるね。せっかくだから、てっぺん取ってやろうぜ。霊夢、このコースはどうだった？今までやったことがない感じで、面白かったよ。じゃあ、いいねして、次のコースに進んでいきます。朝川さんの音楽全自動だよ。少し、黙りますね。ツイッターでは、どうせ雑談で終わる感じになるんだろうなって予想されてたな。音楽コースで喋るなんて、そんな失礼なことはできませんよ。ふっふっふ、みんなの予想の斜め下を言ったね。でも、本当にいいコースだったんだぜ。リクエストに、答えていただいて、ありがとうございました。最後にもう一回音楽コースで、終わりにします。忍たま乱太郎、大好きです。では、本日はこれで終わります。AVI 言うてる、出力ちゃんとできるかな？